掛温泉は上田市の西、青木村にある旅館2軒の小さな温泉地です。この小さな温泉地に最も信頼性が高いとされる Google マップの口コミ 4.8 の温泉旅館鹿屋旅館があるのだ。温泉街の中心に日帰りの小倉の湯、隣に温泉の洗い場、そして鹿屋旅館、味どころ仙楽さんがあります。この仙楽さんも口コミ驚異の 4.8 の高評価です。人気の秘密は鮮度最高のアルカリ性単純温泉、 pH は 9.3 もあるのだ。ぬるぬるとろとろ、お肌がつるすべすべの牧場湯、しかも1時間ごとの貸し切り風呂が2つ、源泉層が近くにあるため、冬が新鮮で泡が体中につきます。本物の完全源泉かけ流しのお湯はさっぱりし、源泉の温度は 38.5 度、真夏の暑い日にぬる湯はパラダイス。半温度で母の体内にいる感じです。左が味どころ仙楽さん、鹿屋旅館さんが素泊まりの湯治宿のため、こちらに定休日の水曜日を除き予約注文が可能なのだ。夕食は1600円で4種類、こちらは季節の天ぷら定食、他に焼肉定食、ミックスフライ定食、釜飯定食があります。晩酌セットはお酒と焼き鳥3本とお漬物3種類盛りです。湯治宿のため布団は自分で敷きます。慣れてしまえば簡単です。部屋にトイレはありませんが、各部屋専用トイレとなるため個室トイレと同じ。洗面所と冷蔵庫は共有ですが、素泊まり5200円。仙楽さんでの2食を足しても1泊2食1万円以内。連泊して日頃の体と心の疲れを癒します。お風呂に入って布団でゴロゴロするのが湯治なのだ。アメニティセットは無料、 Wi-Fi 完備、フリードリンクコーナーがあります。館内は漫画コーナーが充実しており、連泊しても飽きません。30分以上かけてじっくりと温まるタイプの温泉です。副交感神経が優位になり、リラックス効果があるとされています。ぬる湯は心と体をお休みモードに切り替えてくれます。夏は冬場と違い顔をしないので深夜でも入浴可能です。時を忘れていつまでも使っていられるので、湯船で寝てしまうかも。蒸し暑い日のぬる湯の気持ちよさは例えようがないことです。新鮮な温泉を絶えず浴び続ける完全源泉の流し、この秘密を知ったらあなたは温泉マニアです。歴史のあるお宿ですが、古き良き雰囲気を残しています。オーナーさんにより丁寧にリフォームされ、清掃が行き届いています。フリードリンクコーナーがあり、コーヒーも無料で飲めます。朝食は青山の卵かけご飯定食、1100円となります。朝食には漬物バイキングが無料でついています。仙楽さんは水曜日が定休日ですが、近くの蕎麦屋山さんは対応します。山さん御膳2100円、盛りそば、前菜3点盛り、野菜の天ぷら、サラダ、ローストビーフ。長野県青木村特産の立ち茜を使ったそば、甘みがあって香り豊かなのでそば湯も濃厚です。